都道地いらつ子、都道地いらつ子、宇治の脇いらつ子、宇治の脇いらつ子、青年不詳人身年は、危機等に伝わる古代日本の皇族。第十五代王神天皇御子、日本初期では皇太子で、第十六代、仁徳天皇の異母帝。都道地いらつ子は、名前の都道が、山城国の宇治、現在の京都風寺市の古代表記とされるように、 宇治地域と関連が深い人物である。イラツコは、宇治に、都道宮宇治の宮尾となんだと言い,い、イラツコの墓も宇治に伝えられている。イラツコについては、古事記、日本書紀等の多くの史書に記載がある。中でも、父王神天皇の寵愛を受けて皇太子に建てられた、ものの、イボ兄の大晦さ財村、大佐崎の実、こと、 人徳天に行為を譲るべく自殺したという美談が知られる。ただし、これは、日本書紀にのみ記載された説話で、古事記では単に溶接と記されている。古事記、日本書紀のイラツコに関する記載には、多くの得意性が指摘されるほか、張リ国風土記にはイラツコを指すとされる、宇治天皇という表現が見られる。これらの解釈をめぐって、天皇即位説や、 仁徳天皇によるイラツコ傍殺説に代表される数々の説が提唱されている人物である。表記は次のように文書によって異なる。本校では都道地イラツコに統一して解説する。これらのほか、張間国風土記に見える、宇治天皇も都道地イラツコを指した表記と指摘される。名前の宇治宇治、都道、宇治は京都府南部の地名、宇治と関係する。 宇治の地名は古くは、内、都道、うさぎ道などとも表記されたが、平安時代に宇治に定着したとされている。古事記では母、九州や川江が微梅が、小畑村、現在の京都府宇治市小畑に住まっていた旨が記され、イラツこと当地との関係の深さが示唆される。なお現在も、都道という地名が、宇治市内に残っているが、読みは、都道である。地名、宇治について、 山城国風土器一文では、都道地いらつ子の宮が営まれたことが、地名の由来としている。しかしながら、日本初期、水人天皇期、中愛天皇期、神宮皇后期にはすに、都道側、宇治側の記載があることからこれは、誤りと見られ、むしろ、都道地いらつ子の側が地名を冠したものと見られている。現在では、北、東、南を山で囲まれて、西には、 小倉池が広がるという地理的な奥までを示す、内や、宇治を中心とした地方権力によるという政治的な意味での、内意が、宇治の由来と考えられている。実際、宇治は、大和王権の最北端という影響の受けにくい位置に、あることに加え、都道地いらつ子の説話や、宇治天皇という表現からも、宇治に一つの政治権力があったものと、推測されている。なお、文字通り、 ウサギの群れが通って、道になったことを、都道の由来とする、クマグスによる説もある。イラツコ、イラツコは、名前に付される継承である。師匠に、イラツメ、イラツメ、イラツ姫は品質するが、古時期で43名、イラツコが使われたのは、古時期では、都道治郎を含め4名のみで、一般に使われる、ミコトや、王、王、ミコ。 大きみのいずれでもない得意性が指摘される。イラツコの養蜂の性格には、愛称とする説と、イラツメの体とする説がある。イラツメの多くがミコに用いられていることから、イラツコもミコを指したものという見方が強いが、都道地イラツコ以外の3名はいずれも、王とも表記されており、皇位継承者に付される、命ではなく、王に近い養蜂と考えられている。なお、ツコの前の、脇は、 和歌の天下とされる。古事記、日本書記によれば、王神天皇と和西、和西その日触れ尾み、日触れの、尾み、ピップレーノーイ文の女の旧主卓比目、宮主赤姫、旧主屋川枝美との間に生まれた巫女である。同母妹には、八田王女、八田の姫巫女、八田王女、八田の脇いらつめ、忍徳天皇皇后、めんどり王女、めトりの姫巫女、めどり王がいる。 王人天皇と、中津姫命、中津姫のみ、こと、中日売り命との間に生まれた大晦さ財村、大佐崎のみ、こと、大佐崎の命、仁徳天皇は、異母兄にあたる。また関連する、名前の人物として、旧支度姫の妹の,妹の正美女小美美、お鍋姫、縁鍋イ,イラツメから生まれた都道地イラツメ王女、宇治の脇イラツ姫の姫美子、うちのお若イラツメがいる。 なお、都道内らつ子の妻子に関して史書に記載はない。仙台旧児本義では、逃げ早日後、物のべ氏、祖旧生孫の物の部田島連、物のべの田島の村地の女の山部姫連、山梨姫の村地を母とする。また、古事記、日本初期同様、山部姫連は、八田王女と、面ンり王女の母でもあるとしている。この記載と関連して、実のように、 都道地イラツ子の五名大の部との関係が伺われる、宇治ぶや宇治氏は、物のべし一族とされている。これらが、物のべしを称したのは、仙台球児本義の伝えるように、都道地イラツ子の外籍が、物のべしであったことに基づくと推察して、母を和にしとする、古事記、日本書記の記述は、誤りの過性があるという指摘もある。日本書紀によれば、くだから来朝した、 アチキ,キと、王糸氏を死に転籍を学び、父天皇から長愛された。王人天皇二十八年には、高栗からの上評分に、高来王、日本国に、恐怖と、ある比例を指摘し、これを破り捨てている。王人天皇四十年一月に皇太子となった。翌年に天皇が報じたが、イラツコは即位せず、大晦さざい村と互いに好意を譲り合った。そのような中、 イボアニの大山守王子は、自らが大使に立てなかったことを恨み、イラツコを殺そうと拒兵した。大晦イ斎ンはこれを、いち早く察知して、イラツコに伝え、大山守王子が帰ってイラツコの暴略にあって、殺された。その際、大山守美子の意外に向けて、次の歌を読んだという。この後、イラツコは、都道宮に住まい、大晦イ斎ンと行為を譲り合うこと三年に及んだ。 長らくの空意が天下の煩いになると思い悩んだイラツコは古城に決着を期すべく自ら果てた。二コは驚き悲しんで難波から都道宮に至り遺体に昇魂の術を施したところイラツコは蘇生して妹の八田王女を高級に入れるよう遺言をし再び講じたという古事記では女術を九州屋川枝美びめ 旧支度姫から始めており、応神天皇が小畑村、現在の京都府宇治市小畑に住まう姫と出会い、イラツコが生まれるまでが描写される。その後は、日本書紀と、むね同様の書伝を記す、大山守美子の意外に向けて読まれた歌も、ほぼ同じものが収録されている。一方、こういう継承については、単に、宇治の脇イラツコ、都道地イラツコが創生したため、 大佐崎の命、仁徳天皇が即位したと記している。山城国風土器一文では、都道地伊達子が住んだ宮は、桐原髭田宮、霧原の髭田の宮と記載される。また、宇治の地名の由来はこの宮が営まれたためとし、それ以前の統治は、この国と言ったとする。播磨国風土記には、宇治天皇の世という記載があり、辞席は見えないが、この宇治天皇は、 都道チイらつ子を指すと見られている。万葉集には、万華として、次の歌が見える。このうち、大五の、個人とは、個人、すなわち、都道チイらつ子を指すとされる。都道チイらつ子について言及したその他の師匠は、以下の通り。都道チイらつ子は、都道具、うじのみや、日本書期または、桐原ひけた具、霧原のひげたのみ 山城国風土器一文に住んだといい、その地は、京都府宇治市の宇治上神社、また宇治神社に否定されている。両者は合わせて、演起式新名帳に、山城国宇治郡宇治神社に座と記されている、式内社で、明治に分かれるまでは一社として、宇治離宮明神と称進いた。また、山城国風土器一文によると、このイラツコの宮が営まれたことが、 宇治の地名の由来という。しかしながら前日のように、この記述には疑問が呈されている。なお、万葉集には、ウサギ道の都、宇治の都という記載が見られるが、これはこの歌を読んだ、ぬかた王が大江に行行する際に泊まったカ宮を指したものである。墓は、宮内庁により、京都府宇治市都道丸山にある、宇治墓、宇治の墓に事情されている。 国内頂上の形式は、前方公園。遺跡名は、丸山興奮。都道地イラツコの早々に関する記載として、まず、日本書紀では、都道三条に葬られたと記載されている。また、俗日本語記、上和7年、840年の記事には、イラツコは、異名して散骨させたという伝承が見られる。延長五年、927年成立の、 演技式書領料、書領式では、宇治墓の名称で記載され、山城国宇治軍の所在で、町域は、東西十二町、南北十二町で、四湖三煙を付すとした上で、東墓に分類する。この十二町、約1 3トル四方という記載は、仁徳天皇の猛ず、耳原中領、大仙両古墳に事情の八町、約8 7 0ル四方を大きく上回るものに、 上記の記録があるものの、江戸時代の時点では、墓の所在は不明となっていた。教法18年、1733年には、日本書紀の記述に基づき、古墳が存在していないものの旭山、宇治上、神社瀬の山頂が墓所とみなされて、墓碑の混流が行われた。上記の丸山古墳に事情されたのは、明治22年。 1889年で、以後現在まで宮内庁の管理下となっている。この地は、宇治川東岸にあり、明治以前は、浮船の森と呼ばれる延休であった。これは、山上とする、日本初期の伝承とは異なるという指摘もあったが、前方公園墳上に成形されて、宇治墓とされた。また、上記の事情の際には、付近の将墳が、火用と与都という人物を埋葬した埋葬と、 定められている。かよとよは、日本語記、公認六年、八百十五年の記事にその死に関する記載がある人物である。その中で、法年は、宇治にいた時に、仁徳天皇と都道知らつ子の話を聞いて、感動して、地下の神になることを望んだと言い,い、直により、両家への埋葬が許可されたと記されている。媒長の事情はこの記事の、 領を、イラツコの墓に当てたことによるが、一方で、仁徳天皇のさぎとする解釈もある。通常、領は、天皇領、墓は、皇族墓を指す。イラツコが散骨されたという伝承に関しては、前期した、俗日本語記で中納言クラスの藤原義信が、把握していることが見えるものの、それ以外の司書には、記載がなく真偽は明らかではない。記事中では、イラツコが、 自身の散骨を命じて、後世これに習うと記されているが、これを後で命じられた通りにしたと解する見方と、イラツコを流霊として散骨が広まったと解する見方がある。なお、自動天皇五年六百九十一年には、有効の王の墓には三個の主営度を設けるとする、御事のリが見えることから、この頃に日本初期、古事記の編纂と並行して定期や、 九字に基づいた墓の指定の動きがあったと推測する説がある。またその際には、日本保高墓、伊勢、彦一世の命墓、キー、五十刑事キリ彦命馬鹿、泉、都道地、イラツコ馬鹿、指導して、大和国の四、イタリを形成する意図があったとする説もある。死者の都道地伊ラツコに関する人物描写では、大山守巫子に対して、暴略を用いる場面もあるものの、 日本書紀の自殺の美談に特に顕著であるように全般に受教的な色彩が極めて濃いという評価がなされている。また母が和西出身であること、イラツコという特殊な故障、天皇即位をほのめかす多くの表現等から描写の得意性が指摘される。これらについて、溶接、古事記、自殺、日本書紀という表現は殉職であるとし、 仁徳天皇に攻め滅ぼされたとする説が古くより提唱されており、背景に和西、桂木野氏の争いがあったという意見がある。この仁徳天皇による謀殺説には多くの説が従っているが、中でもこの争いが記述された意味に対して、都道地イラツコの物語は、和西の伝承が由来であって、イラツコを検証するという和西の要請を果たしつつも、 正定たる、仁徳天皇の構築のために結びつけられた、呪述であるという見方がなされてている。このように、都道地伊達子を仁徳天皇の脇役とする見方に対して、別の評価をする研究説がある。古事記では、伊達子が、皇位継承者の命とは異なる、要法、前述である一方、天皇として即位していた扱いの表現もまとめられる、ことから、後統府と、 並行してあり得た天皇であるとし、危機に対して、危機に記されなかった史実の存在を指摘する研究がある。似た事例としては、飯出天皇と称される、おしかいらつめ、おしぬみのいらつめが見られ、描写法の関わりが考えられる。またこの都道地いらつ子の記事により、高等の不死継続から、兄弟継続への変化、渦三章が合理的に実現されているとも指摘される。 危機以外では、張馬国風土器にある、宇治天皇の記載により、後為についていたとする指摘がある。都道地伊達子の五行大の部、すなわち、都道地伊達子の名を冠した、朝廷直轄の部としては、宇治部、宇治部、宇治部が指摘される。この宇治部の共の宮津子氏族としては、宇治部氏、宇治部氏、聖は、蓮が、司書状に見える。新先生史録には、河畜につかみ別と、 泉国つかみ別に記載があり、にぎはやひいのちの六世孫、いかわが色か、いのち、いかわが、色をすいのちの光栄と伝えている。これら西一族の人名は、他の史書上には見えないが、値性、無性のものは、武蔵国、北地国、下付国、大海国、越前国、美前国、佐ぬ国、筑前国といった全国に及んでいる。なお、仙台本義では、 にぎはや早潜七世今後の多弁少の血が、宇治部氏の祖と伝えている。なお、宇治部自体は、都道地いらつ子の五名大部としての確証には至って、おらず、国史大辞典では、確かな五名大部名には挙げられていない。また、他の宇治を関する氏族として、宇治部氏と同じもののべし系を称する宇治氏、生は、連の地少年があり、宇治部の干渉氏族とする説がある。 注釈原点出典、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。